こんばんは、ソムリエのゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日は11月21日、11月の第3木曜日です。皆さん何の日かご存知ですか？11月の第3木曜日は年に一度のワインのイベント、ボージョレーヌーボーの解禁日です。今日解禁したばかりのボージョレーヌーボーを3本買ってきたので、3種類飲み比べして美味しさや魅力をお伝えしていきたいと思います。動画の流れとしては、そもそもボージョレーヌーボーって何という方のためにさらっと解説、それから今回買ってきたヌーボーを3本飲み比べしていきます。ぜひ皆さんも一緒に乾杯しましょう。この動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それではボージョレーヌーボー解禁。そもそもボジョレーヌーボーというのは、ボジョレーがフランスの地区の名前、ヌーボーが新種という意味です。そしてボジョレーで作られているのがほとんどがガメーという黒ブドウからできた赤ワイン、つまりフランスのボジョレーというところで作られている、今年取れたガメーで作られたワインのことをボジョレーヌーボーっていうんですね。ボジョレーヌーボーの始まりは諸説あるんですが、1800年代から存在していると言われていて、1968年から本格的に海外に輸出されるようになりました。日本では1990年代、空港で解禁パーティーが行われたりと、すごく盛り上がっていました。今年のボージョレーは春に雨が続いて収量自体は減ってしまったんですが、夏には気温が上がって日照量も増えて、品質的にはいいブドウが取れたとのことです。いろいろと賛否両論あるボージョレーヌーボーですが、個人的にはこういうイベントごとは難しいことを考えず、乗っかって楽しんじゃえばいいと思っています。今年の収穫をお祝いしようという気持ちでみんなで乾杯しましょう。さて難しい話はこれくらいにして、早速ワインを飲み比べていきましょう。はい、ではボジョレーヌーボー3本買ってきました。まずこちらがおなじみジョルジュ・デュブーフのボジョレーヌーボー、こちらはコンビニで買ってきました。真ん中はカルディで買ってきたシャトー・ド・サンフォンというワイナリーのヌーボーです。そしてこちらエチケットがめちゃくちゃ可愛いですよね。こちらは楽天のオンラインショップで買ったシャトー・カンボンのヌーボーです。私の大好きな作り手さんのマルセル・ラピエールの石が受け継がれたヌーボーということで、とっても人気のワインなんです。ではこちら開けていきましょう。もういい香り。はい、準備できました。では今年のボージョレーヌーボー祭り始めたいと思います。ではまず1番目、ジョルジュ・デュブーフのボージョレーヌーボーからいただきます。色は3本の中で一番濃いですね。うちの方が紫とかピンクがかった明るい赤紫色っていう感じですね。ではまず香りから。うん、いいですね。ピッチピチです。新種らしいフレッシュなベリーの香りと、もういちごキャンディそのものの香りですね。とってもチャーミングです。ではいただきます。今年も無事ブドウが実ったことに感謝して、乾杯。うん、もうこれですね。もうすごいフレッシュな可愛い果実味。去年よりもうちょっとね、フルーティーさがアップしてる気がします。ほんの少しミントみたいな清涼感もあって、とてもスムースに入ってくる感じですね。ではお次、カルディのヌーボーいただきます。色はジョルジュ・デュブーフに比べるとよりピンク味が増してる感じですね。すごい綺麗なルビー色です。ではまず香りから。おお、こっちはもっとスパイシー。うん、ヌーボー特有のキャンディー感はあるんですけど、乾いたハーブとかシナモン、クローブ系のスパイスのニュアンスも感じますね。より複雑な香りだと思います。ではいただきます。うん、こっちはより深みを感じます。新種は渋み成分タンニンがとても少ないんですけど、これは果実味の複雑さというか、より奥行きを感じますね。うん、なんかちょっとね、コーヒーみたいな苦味も感じるな。これはこれで美味しい。これね、ボージョレーの現地でもらったグラスなんです。可愛いでしょ。では3本目、シャトーカンボンのボジョレーヌーボーいただきます。こちらは明らかに他の2つよりも色が淡いですね。ほんのりオレンジがかっているのも特徴的です。では香りから。めっちゃいい香り。あー、すごい、さくらんぼのカバンのところギュッて噛んだみたいな、すごいジューシーな香り。なんかもう果汁がブシャーってなってるみたいです。ほんの少しハーブみたいな爽やかな香りと、あとね、バナナっぽい香りもありますね。うん、いい香り。ではいただきます。
美味しい。あ、これはね美味しいですね。前の2つに比べるとキャンディー感はやや控えめで、本当にね絞りたてのブドウの果汁を飲んでるっていう感じです。もうまさにワインの赤ちゃんっていう感じの味。このバナナっぽい果実味もねボージョレーヌーボーらしい味わいだと思います。これはね3本の中では一番軽やかで淡くて優しい味わいですね。はい、やっぱり飲み比べは楽しいですね。やっぱりそれぞれに違った個性があって本当に面白いです。ジョルジュ・デュ・ブーフはもう本当手に入りやすいので、ボージョレ・ヌーボーがどんな味か気になるっていう方ぜひ試してみてください。去年よりもベリー感が強くてフルーティーなんですけど、全体的には線が細くて優しい印象ですね。カルディのヌーボーはねぜひ赤ワインを好きな方にも試してみてほしいですね。この中では一番しっかりした味わいだと思います。渋みは優しいんですけど深みもちゃんとあって、ヌーボーの中では飲み応えあると思います。3本目は個人的にも大好きな作り手さんのワインなんですが、一番手作り感というかブドウの素直な感じが現れていると思います。軽やかな赤ワインを好きな方とか、クラフト感のある丁寧に作られたワイン気になるっていう方はぜひ試してみてほしいです。ボージョレーヌーボーに合わせるお料理としては気軽な肉料理がいいと思います。焼肉とか照り焼きチキンとか合わせたら最高ですし、あとお好み焼きも甘辛いソースとすごくよく合います。チーズと一緒に楽しむならチェダーやゴーダなどのあまり癖のないものを選ぶといいと思います。またこの機会に熟成したボージョレーのワインも飲んでみてほしいです。新酒とはまた違った複雑さが加わってとっても美味しいんです。以前動画でもご紹介しているのでぜひ見てみてください。そしてもしヌーボーを買ってみたけどいまいちお好みと合わないなといえば、ちょっとアレンジすれば最後まで美味しく飲んでいただけると思います。簡単なアレンジカクテルの動画もありますので、ぜひご参考にしていただけると嬉しいです。冒頭でもお伝えしましたが、こういうイベントがきっかけでワイン飲んでみようかなって思っていただけるととっても嬉しいです。入り口にこだわる必要なんて全くないですし、それよりも楽しそうっていう興味が湧くこと自体がすごく素敵なことだと思います。ぜひ今年取れたばかりのブドウでできたボジョレ・ヌーボー味わってみてくださいね。飲んだよっていう方はぜひコメントでご感想を教えてください。いかがでしたか？このチャンネルではワインに合う爆速おつまみレシピや安うまワインをご紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録もポチッと応援していただけるととっても嬉しいです。ご質問やリクエストなどありましたらコメント欄までお寄せください。また私の公式 LINE では、今日ブドウを踏みつぶしながらボージョレーヌーボーを飲むんだけどどんなワインがいいかななど、ワインに関するお悩みや疑問を受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ友達登録お願いいたします。また私があなただけのために一本一本ワインをセレクトするオンラインショップワンビバンも運営しています。月に1回ワインのイベントも行っておりますので、ぜひ遊びに来てくださいね。これからも素敵なワインどんどんご紹介していきます。あなたのお気に入りのワイン、飲んでみてほしいワインも動画でテイスティングしたいと思いますので、ぜひ教えてください。コメントいただけたらあなたのお家でブドウを踏みつぶして喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。ちょっと番外編でこちらカルディで買ってきたんですけど、カリフォルニアのヌーボーもあるんですね。こちらはジンファンデル主体だそうです。こちらのテイスティング動画は YouTube ショートで上げますので、ぜひご覧ください。そもそも11月の第3木曜日、あ、私最初第3木曜日って言った。品質的にはいいブドウが取れたとこ、ちょっと海外に輸出されるようになりました。海外に輸出されるようになる手術室、手術中、手術回線。